豆味、鱗を描いてゼイグを取る、エラを外す、腹を裂いて綿を抜く、たっぷり仕込む方がうまい、軽く塩、小麦粉をまぶしつける、酢、塩、胡椒、サラダ油、混ぜる、レモン、絞り込む、気分でニンニクや玉ねぎを追加して喜ぶ、180度で6分揚げる、揚がるやいないやソースに落とす、たとえ1週間漬け込んだって構いやしない、盛り付ける、粉チーズを振る、いただきます。味がいい魚だからアジとはよく言ったもんだね。ぜひ作ってみてね。